佐藤和夫動画チャンネルです。2、3時間ほど前にもこの位置から撮影させてもらったんですが、あれからだと20センチ以上は傘が上がってますね。まあ本当にあそこに欄干というか本当手すりみたいなのがあったのが全く分かんないような状態でありますので、かなりあれからもう増水したなという感じがあります。まあ、今の時間は6時4分ですね。まあ、5時の段階で避難の警告になる2メートル70センチ超えて、まあ、2メートル85センチというふうなことでありますので、まあ、15センチほどそれでも上がっていますのでね、ちょっと危険だなという感じがします。あまりにも今は河川きれいに整備しすぎちゃってるんで、まあ、間違っても本当にこの中に落ちてしまったら捕まるところありませんのでね、まあ、助かるのはちょっと難しいと思うんで、あまり近づかないのが一番なのかなと思っております。それにしても先ほど来た時からだとだいぶ増水してますんで、ちょっと危ないですねこれね。本当に先ほども言いましたけども、高根沢とか周辺の方で北の方でかなり大雨降ると、本当にこれ以上3メートル超えるようなこともあるのかなと思って、ちょっと心配です。終わります。